どうもご視聴いただき誠にありがとうございます。ミーチューです。いや、なんとですね、国名であるベ、つまりウニ点々のベがなくなるらしいですね。ベルを鳴らすベル、自転車のベルを鳴らすベル、あの字に変わってしまうんですよ。ということは、高級車、トヨタの高級車であるベルファイアっていう車種が、人気車種があると思うんですけども、あれがベルを鳴らすベルファイアになったら、ちょっとね、見慣れてないせいか、ちょっとなんかブランド力、文字のブランド力っていうのがですね、落ちてしまうなっていう可能性もあるんですけど、国名が変わるとなると、まあいろんなものが変化してるというところなんですけども、まあ、ちなみに芸能人の改名をすると一体どれぐらいかかるのかっていうのは500万円ぐらいっていうところなんですけども、国名が変わると教科書も変えなきゃいけない。で、皆さんが普段見慣れてるものっていうのが全てへに点々、うに点々じゃなくてへに点々に変わってしまうっていうので、なんか時代の動きに合わせて、まあ、変わるということは仕方ないかもしれないですけど、ちょっと寂しいような気がします。というところで短い動画ですが、最後までご視聴ありがとうございます。以上、ミチューブでした。またお会いしましょう。バイバーイ。